海民族、渡つ民族は、弥生文化前期の主力を担ったもので、航海、挙老など海上において活動し、4世紀以降は海上輸送で力をつけることとなった、集団並びに士族である。五感から海民族を、抽象的に海に関わる民族と誤解し、沖縄における雨や海の民といった、太陽航行を行う海洋民族だと錯覚されることもあるが、考古学的発見と、 ギシワ神殿を照らし合わせれば、沿岸高校を行う、漁老生活集団に橋を発することが明白である。海人族には様々な仮説があるが、研究は進んでいないため明確ではない。1、インドチャイニーズ系と2、インドネシア系の2系統があるとする見方がある。ハヤトやタイ人の系統とする説もある。黒潮に乗って、縄文時代に日本列島に渡ってきた。 南東系の種族の可能性がある。日本列島では、沖縄県、鹿児島県、宮崎県、和歌山県南部、三重県、愛知県、静岡県南西部などの県に数多く住んでたと推測する。中国南部の古市地方の評価民に期限を持ち、東、シナ海を北上、山東半島、両東半島、朝鮮半島西海岸を経由して、 玄海灘に達したと推定される。安住系及びその坊系である、住吉系魚老民と考えられる。安住氏、和西、尾有氏、三輪君系に代表される、地義系の種族で、中国の江南沿海部の厳重地から、山東半島、朝鮮半島西南部を経て紀元前の時代に、日本列島に到来してきた、百越系の種族とされる。これは、天の金印をはじめ、 南方諸国に蛇の宙を持つ陰樹が送られたことが、那国に蛇の宙を持つ簡易やつ国王院が送られたことに通じる。また百越と日本語はオーストロアジア語族の言語との類似性が指摘されており、百越が Y 染色体ハップログループ級王に系統に属していたとする見解がある。主として、畜前、非前の沿岸地域に居住し、 水稲工作農業を行い青銅機を使用して、和国の弥生文化前期の主力を担ったもので、後悔、挙労に優れた能力を持つ人々と推測される。しかし、古氏族が存在した中国南部には、Y 染色体ハプログループ Q、O には、全く存在しない理由から、この主張は疑問視されている。また、日本には、古氏族式の母性も発見されていない。しかし、 古志族近縁説を提唱する学者は百越系の種族が中川と五笠川の間に挟まれた吉原中国こと那国の安住族、三和族であったとされ、地区後に広がる高間ヶ原こと、山大国に敗れ、一部は地区前那国、出雲国、張馬国、山和国と移選し、最終的に今年の主審、竹見中田人兄弟の第に、三和三陸周辺に本拠を敷いたものとされる。また、 海人族の一部は那国に留まり、豊玉姫や玉寄姫などを、法理の命の記載として排出した。青銅器、特に銅卓、銅穂香を用いた種族で、古墳時代には、小餅まが玉との関係も考えられる。主に竜、蛇、ワニ、わずかながら、カモ、白鳥なども、トーテムとした顕著な竜蛇信仰があり。 天孫族ほどではないが一応太陽信仰も持っている。関係が深い植物には稲や足があり、大年神、大国主神、大名討の神、大物主神、竹南方神、大渡積神、猿田彦神、豊玉姫、玉頼姫、くくり姫神などを祖神として祀る。列挙した氏族の系譜、羊に関しては諸説あるが、方が年尾の説を採用した。他に、 海部氏や積もり氏も回人族であったとする説がある。ありがとうございます。